おはようございます。速賀塾のコブです。今日はちょっと斜めになった、ね、状態でお伝えしますあの。三脚が狭いんで、狭い手がちっちゃいんで、こんな格好になります。えっとですね、桜を見る会っていうのが、安倍総理の下で行われていたんですけど、来年は中止だそうですよね。えそしてこの過熱する報道、批判報道、政府報道に、えー、まあね、こうなんですか、視線を散らすために、沢地里恵さんの、まあ、覚醒剤、えー、MDMA ですか、詳しくないんですけどね。 そちらの報道が各局ででで始まったったてこことなんすすよこれはですねやっぱりね政治的に問題が起きてくると危ないところで話題になると芸能人を逮捕してそっちにね視聴者さんの意見を振り向けるというねラサール石井さんも言われてましたけども似たようなことね、まあ、そんな作戦じゃないかなというふうに感じてる人もいるんですよね私はこれなかなか面白い考え方だなと思うんですよ何が面白いかっていうとあのやっぱりねいろんなことを考えて想像する人がいて多様性が生まれてくるんですよね でもこういった考えがあるんだよとかねこうなんじゃないのっていう風な自由な発言をするとそんなわけあるかいという風なねそういう風な自由な発言もあるわけですよ。で、基本的にはみんなが同じ考え方にならなくても私はいいと思うんですよね。いろんな考え方が共存するのが民主主義でありねそれから言論の自由であると思うんですよでもですね自分の考えと違うからといっていきなり指さしてバカ呼ばわりするのはあんまり知恵のあることではないかなと思うんですよ。 でもっと言っとたらですね、自分の暮らしてるその行動範囲とか自分の見える範囲とかに、うんまあ、表現は悪いんですけどバカな人がいるっていうことは同じ空気を吸ってる同じ水の中にいる仲間ですからあ自分もそういうレベルなんだなっていうふうに、ね、受け取らないといけないのかなと思うんですよ。ということはです、ね、何が言いたいかっていうと、まあ、日々私たちはたくさんの人に出会うんですけどもその人たちの劣った面に目を向けてあ 自分も劣っったところにいるなって思うんではなくてですねもういろんな方のね優れた面とか優しい面とかとっても素敵なところに目を向けてあ素晴らしい世界に自分は住んでるんだなっていうふうに受け取った方が、まあ、いいんではないかなお互いに快適なんではないかなと思うんですよで人は誰でもね失敗もありますし間違いもありますし落ち度もあります汚点、えー、もありますだからそういうところを無理やり探してね 無理やりトラブルを起こすように無理やりその人を貶めるためのことを探さなくてもどうせなんか労力かけるんだったらその人のいいところをね見ていくとか、うん、好意的な解釈をしていく方が、まあ、楽しい世の中になるんじゃないかなと思います少なくとも足の引っ張り合いよりはだいぶマシではないかなと思うんですよねさあそして今日ご紹介するのがねこのバランスボールです今日はねあのこんな寝っ転がった放送なんでバランスボール乗ってないんですけどもこれ見てくださいバランスボールでこうね埋まってしまいますよね 私はこのバランスボールによって腰痛がなくなりました腰痛がなくなってあ時間を置かずに、まあ、あの奥さんのね、まあ、妊娠が分かり出産に至ったわけなんですよもしかしたらバランスボール妊活男性におすすめかもしれませんね以上です